皆さんこんにちは、吉田です。今回もこの動画を見ていただいてありがとうございます。はい、今回はですね、この動画でお伝えしていきたい内容なんですけど、現在ネット物販をされているミレイさんにお越しいただいてですね、はい、ちょっとネット物販の中でも特殊なビジネスモデルを作ってるんで、それを聞いていきたいなと思います。はい、これはですね、私がですね、いつもですね、SNS でリンクすると、ミレイ君のですね、インスタグラムを見て、ミレイさんがやってるビジネスモデルってどんなことなんでしょうか、ネット物販の特殊な内容をちょっと聞いてくださいということをメッセージいただきましたので、今動画に撮影していただこうと思いますので、はい、お願いします。はい、硬くならないようにお願いします。はい、ミレイさんと私はですね、はい、約僕がですね、ヨーロッパのスペインのバルセロナに行ってるときに初めてメッセージいただきました。そうですね。はい。はい、あれはもう覚えてますけども、5年前です。うん、そうですね。5年もなりますね。なりますね。はい。あの時当時何歳でしたかね。当時自分は23とかですかね。23とかでした。はい。あの23歳だったミレイ君ですね、現在では、もう今、おいくつなんでしょうか。今年28になります。今年28。はい、早いな。早いです。なんとですね、はい、もう、実は、お子さんもいらっしゃるということで、おめでとうございます。どちらでしょう。男ですか。女子ですか。男になります。男に。おめでとうございます。はい、ね、やんちゃされますね、まだ。そうですね。まだ0歳なんで、わからないですけど、それ。はい。ミレイさんですね。はい、今、もう、僕の中ではですね、もう若手の方でですね、20代後半になってますけども、もう前半の時からバリバリ自分でビジネスを何かしたいって言って、うん、非常に燃えてました。で、バルセロナの時も初めてファーストコンタクト。その時もですね、H さんという方が、はい、ご紹介いただいて、吉田君がやってることに興味あるっていう人がいるんだから、ちょっと紹介していいっていうふうに、言ってくれて、その時に初めてコンタクトって、で、僕もまた日本に帰りますんで、その時お会いしましょう。はい。ということで、お会いした時に、初めての時に、目がキラキラしちゃった。うわ、変わりたいです。自分が変わりたいです。はい。言ってたら思い出します。そうです。本当にそうです。そんなミレイ君もですね、もうかれこれネット物販に行って、面々になります。もちろんですね、多分、浮き沈みだったりとかもあったと思います。はい。で、このコロナ禍の中で、僕たちも会わなかった時もありましたけど、またこうやってね、どんどんお会いしたりとかしてますし、やっぱり、ご縁を非常に大切にしております。はい。ミレイさんはですね、ちょっとね、一目見た時、ちょっと近寄りたいよ、もうなんか怖いとかって、思ってしまうかもしれませんけども、それはちょっとジョークなんですけども、はい、でもね、すっごいピュアなんですよ。ハートが綺麗。一直線。言うたら、イメージ的には彼女が好きになるけど、彼女続行。で、いつの間にか子供ができてたという話になります。そうですね。彼女好きすぎた。うん。というのもあります。はい。何が言いたいかって、今回この動画では、ミレイ君がやってる物販、はい、ネット物販なんですけど、本当特殊なんで、ネット物販今からやられてる方に参考になります。現在やられてる方も悩みがあるかもしれない。ちょっとでもこの動画がですね、ヒントになればいいかな。で、今から聞いていきたいと思います。はい、ミレイ君がやられている物販は、はい、例えばどういうの？そうですね、自分がやってるのは、まあ、自分が、リサーチとか、うん、まあ、商品を仕入れたりして、うん、それを、まあ、他の人に卸す、うん、まあ、いわゆる代行出品をしてもらうっていう感じです。うん、なるほど、はい。どんどん聞いていきます、はい。代行出品をしてもらうってことは、はい、フリマアプリで販売してます。あ、そうです、そうです。フリマアプリで代行出品ということは、じゃあ、売れた後にメッセージいただくっていう。あ、そうです、そうです。まあ、商品を売ってもらったとしたら、うん、まあ、発送とかが必要になってくると思うんですけど、はいはい、そのために、この商品が売れましたよっていうことで、連絡をいただきます。うん、で、それで、その連絡をいただいたら、うん、もう、まあ、僕は、うちのお母さん、うん、母と、一緒にやってるんですけど、母が発送するっていう、まあ、役割になってます。もうすごいですね。じゃあ、親子物販というか、はい。すごいなんか。親子物販ですね。もうなんか、はい、いい。はい。家族で物販ができるって最高だと思うんです。そうですね。しかもね、熱意があるから。はい、すごいです。ミレイさんは、じゃあ、商品リサーチとかは、ミレイさんがやってるんですか？あ、そうです。それは自分がやってます。なるほど。じゃあ、商品リサーチして、ここどうですか？写真撮影と、例えば説明文、はい、タイトル作ったりとかすると思うんですけど、はい、それはミレイさんの方でやってるってことですか？あ、そうです。それはもう自分でやらせてもらってます。じゃあ、販売者の人たちは、はい、
ただ、ミレイ君が作った商品ページだったりとか商品をひたすら販売するということですね、はい。あ、そうです。もう出品するだけですね。なるほど。はい。そして、お母さんが、検品梱包発送までやってくれて、はい、販売者の人たちは、とにかく、はい、出品を専念するということですね。そうです。はい。まさにそういうことです。めっちゃいいじゃないですか。はい、めっちゃいいじゃないですか。そうですね。めっちゃいいですね。すごいな。そういう仕組みを特殊ですよね。なんか、僕はイメージ的にはネット物販、フリマアプリだったら、例えばやってる人だったらですね、はい、やってる人だったら、はい、全部自分でやってると思うんですよ。そうですね。はい。じゃあ時間ないですよ。うん、時間なくなりますね。めんどくさいで続きませんよ。やっぱり、思ったのはごめんなさい。思ったのは、やっぱそうやってね、より簡単に仕組みを作ってあげてるところで、すごい特殊ですね。ぜひここ結構参考にしていただきたいなと思います。ミリさん、それではですね、はい、現在、はい、今、物販、はい、ネット物販5年目ですけども、はい、一緒にやられた時5年前、今、ノンストック物販、やられてるじゃないですか。はい、ニレイ君が最初にやってた時って何種類ぐらいの商品リストだったんですか？そうですね、50品ぐらいですかね。50品でどのくらいぐらいやってたんでしょう？あ、売り上げでいうと、まあ、21万とか、うん、そんぐらい売り上げてました。50種類で21万とか売り上げてる状態が、今、うちですね、特大大キャンペーンということでやってます。はいはい、これ何かというと、うちノンストックブッパーで、商品の写真撮影だったりとか、はい、検品梱包発送で、在庫管理、はうちが全部、ニエ君と同じようなビジネスモデルでやってるんですけど、はい、これがなんと今特大大キャンペーンということで、うん、1300種類。1300。すいません。面白いです。ちょっとですね、面白い、海外の人たちがちょっと歩いてたんで、ちょっとすいません。英語なんで言いましたけど、1300種類以上を販売できるんですよ。すごい。それはすごいです。すごいです。それを考えたら、はい、どう思います？そうですね。まあ、その、自分が50品売ってて、やっぱ21万だったので、ちょっと計算すると、何百万っていっちゃいますね。いや、そうです、ね。でもね、僕思ったんですよ。1300種類あったらね、何を売っていいかっていうのは、もう自分たちで選ぶようにしてるから、はい、超、はい、超最高。選べ放題です。だから、姉さんの5年前の時とかも、50種類だ。今もう超進化しましたよ。いやー、ほんとそうですね。同じようなことをノンストック物販で、ね、ミレイさんも自分でビジネス構築して、特殊な物販ということをやってます。はい、やっぱね、やっぱ仕組みですね。あ、仕組みですね。はい、仕組みをどうにか作って、自分で手が空くように、時間が、空くように、そしてどこに力を入れたらいいのかってところをやっぱ考えながら、はい、で自分が得意なところに僕はいつも力を注いでくださいよ。はい、なのでですね、今、ノンストック物販、特大大キャンペーンやってみました。昔だったらね、50出品なところ、1300種類となってますので、ぜひ、ご興味がある方はですね、ひょっとしたら、まだ申し込みが間に合うかもしれません。もう現段階ではもう募集は閉めておりますけれども、その内容なんで、もし興味がある方は概要欄の方にあります、吉田の公式 LINE の方にメッセージいただければと思います。ぜひ、友達追加して、興味ありとメッセージください。リーダーなんかね、ちょっと言いたいことを言ってください。ネット物販。はい、そうですね。やっぱネット物販っていうのは、うん、やっぱ誰でも、なんか素人でもすぐ参入できるビジネスというか、うん、すぐまあお金を稼げるビジネスっていうふうに、まあ、自分は思ってて、うん、なので、まあ、こういった、そのまさしさんがやってる特大キャンペーン、これ本当に激アツだと思うんですよね。で、自分はその在庫を抱えずに、まあ、発送とか梱包だったりとか、そういうのも全部やってくれる。うん、やることはもう、ね、出品するだけ。うん、なので、これはもう本当にすごいですね。すごい内容になってます。しかも出品までが約1商品あたり、あの紙ツールを使ってしまえば、あの紙ツールを使ってしまえば、なんとね、5秒で終わってしまいますし、はい、今、うちもどこでも注文入れるように、総合スタッフの方々が発送できるように、仕組み、LINE でもう注文できるように、依頼をできるようになってます。より簡単です。うん、分かるでしょ？まさにそうです。ぜひですね、いいところはどん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 盗んでもらって、成果を出してもらって、収入がアップしてもらって、
自己実現していただければなと。そしてネット物販やって最高だという仲間もですね、もっともっと僕たち集めていきたいなと思ってますし、はい、できっとですね、ニレイ君のような人たちがね、どんどん今後未来、日本の未来を引っ張っていくような人だと僕は信じておりますので、リーさん、どん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 輝いてください。はい、これからもお願いします。お願いします。それではですね、この動画も最後になりましたけども、最後まで見ていただきありがとうございました。